です。妄想鑑賞大賞連盟ピアノ初級サビ動画の今日は2になります。小節で言うと1から8ですね。ここの、左手両手で合わせる練習していきます。では今日練習するパートを一度弾いてみます。では早速説明していきます。まず左手からいきますね。左手は4番で薬指ですね。4番の薬指でドのシャープ。ここから2回ずつ弾いていきます。はい、こういう感じですね。もう一度いきます。はい、いいでしょうか。では次、また同じく4番でドのシャープから2回ずつなんですが、レのシャープ、そして4回ファですね。はい、こうなります。もう一度いきますね。はい、いいでしょうか。では今1から4やりましたよね。次の5から8も全く同じ弾き方で大丈夫です。では両手で合わせていきましょう。まずは1、2小節。まずこれだけやってみてください。もう一度いきます。はい、いいでしょうか。では弾けたら次ですね。はい、こうですね。もう一度いきます。はい、いいでしょうか。では通していきましょう。もう一度いきます。はい、いいでしょうか。では次3、4小節いきます。はい、こうですね。もう一度いきます。はい、いいでしょうか。では次ですね。はい、いいでしょうか。もう一度いきます。はい、では通していきましょう。では次5、6小節いきましょう。はい、まずこれだけですね。はい、こうですね。いいでしょうか。では次いきます。はい、こうですね。もう一度いきます。では通していきましょう。はい、こうなります。では最後のパートですね。はい、もう一度いきます。はい、ではここでのポイントですね。ここはまあ左手が入ったとしてもそんなに難しくはないと思うんですが、まあ、今はゆっくりやってるからですね。まあ、前奏からね通していくとここね実はちょっと早く感じると思います。でそれもですね右手がね難しいんですよ。はい、こういう風にですね入ってくるので、人差し指と親指で丸を作ってここをちょっと離して、この形ですね、この形、この形で練習するようにしてください。そうするとこう早くね
ここも引きやすくなると思うので、最初はねもちろん慣れてない方は引きづらいですよ。これがねしっかりできてれば弾けるようになりますので、はい、ここですね。これを意識して練習してみてください。で、後半の復習動画でも練習してみてください。